ナスパーズはインターネット及びメディアの多国籍企業である。130カ国以上でサービスを提供している。同社の主要事業はインターネット通信、ビデオエンターテインメントと印刷メディアである。南アフリカ共和国の JSE に上場しており、ティッカーシンボルは NPN である。ケープタウン CBD のナスパーズのビルナスパーズは1915年に、 新聞と雑誌の印刷、出版企業としてデナスヤナルピアースビパークトという名で設立された。ケープの著名なアフリカーナーのグループは1914年12月のステレンボッシュでの会議でアフリカーナーナショナリズムをサポートする出版企業を創設することを決定した。同社はケープの著名な弁護士 WA ホフメアによって設立された。ステレンボッシュの著名な農家、 ジャンニエまレは新会社の2万ポンドの株式の4分の1を購入したナスパーズは1915年6月に最初にアフリカアンス語の日刊誌デバーガーを出版し、その後1916年に同社の最初の雑誌デヒューイス・ジェニュートを出版した。1918年書籍出版事業へ進出し、当時のアフリカで最も重要なメディアハブの一つとなった。 1985年にアフリカで最初の有料 t v システム Mnet を開設し、同社は出版社からメディア企業へと発展した。1994年以降、ナスパーズは南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所に上場しており、過去数年間にわたりトップ10の指数の一つとして位置し続けている。同社はレベル1の米国予託証券、 ロンドン証券取引所への上場及び、店頭取引を基本としている。1998年にナシャナラピアースは公式に、同社の名称を現在使われているナスパースに変更した。テンセントへの出資は、ナスパーズの株価に大幅な影響を与えた。2010年以降のナスパーズの株価は、約900%上昇しており、上昇の使用員は、テンセントである。 ナスパーズは時価総額が約930億ドルに達し、アフリカで最も価値ある上場企業である。国際メディアグループのナスパーズの一部門で同社の子会社、ミリアドインターナショナルホールディングズは、ロシア企業、デジタルスカイテクノロジーの28.7%分の株式を保有しており、DST は Facebook やグルーポン、ジンガなどの有名企業に出資している。 中国のテンセントも DST に戦略的投資を行っており、テンセントの株式31.17%分はナスパーズによって保有されている。2014年3月、スークドットコムはナスパーズから7500万ドルを調達した。アパルトヘイトの確率におけるナスパーズの関与は泥沼の論争となった。同社と子会社の一部のディレクターと編集者は、 政府交換になり、その中には、ダニエル・フランソワ・マラン、ヘンドリック・フルールと、ピーター・ウィレム・ボータが含まれていた。2015年7月25日、ナスパーズは、アパルトヘイト制度の生存者と被害者に対して、謝罪文を出したが、法案の制定におけるいかなる関与や、人種優位主義イデオロギーのための用語を認めなかった。2017年5月26日、ナスパーズの子会社、 DSTV は競争法に違反する価格操作を行っていたことを認めた。同社は2200万ランドの罰金と経済開発ファンドへ800万ランドを支払うことで競争委員会と合意した。委員会はライバル企業同士が独自に価格を決定しないという監修が競争を制限していたとみなした。ナスパーズが所有している主要ブランドは以下を含む 同社は統合ソーシャルネットワークプラットフォームのテンセント及びメール RU の少数株を保有している。ありがとうございます。